きた。苛立って投げ出したことがきっともう変えることはない。言葉にすると嘘くさくなって、形にするとやるやになって、ちょうどのものは一つもなくて不甲斐ない。愛してるよ日々、明日になればバイバイしなくちゃいけない僕ら、灰になりそうな窓の前。